シンガポール事件とは1974年1月31日に日本赤軍と PFLP がシンガポールで起こしたテロ事件。1974年1月31日に武装した日本赤軍メンバー2人と PFLP のメンバー2人の計4名がシンガポールのブクム島にあるロイヤルダッチシェルの石油生成施設にボートで上陸し、石油タンクなどの施設を プラスチック爆弾で爆破した。なおこの理由として、同施設が石油メジャーの経営であることと、ベトナム戦争において、アメリカ軍への石油供給を行っていたこと、その後犯人グループは逃亡しようとしたものの失敗し、施設内の従業員移動用ボート、ラジュー号を乗っ取り、従業員5人を人質に取り、シンガポール領海内からの逃亡を画策したものの、 シンガポール海軍官邸や警察の沿岸警備隊に包囲された。その後警察庁から派遣されたササー・ツユキらがシンガポール警察との協力の元対処しようとしたがシンガポール警察はこれを拒否し独自での解決を模索した。その後シンガポール政府当局や宇オ元東吉郎、中シンガポール特命全権大使、エジプト大使などが説得を行い、これに対して犯人グループは シンガポール航空機による国外への移送を要求したほかイスラム教徒である人質と引き換えにウオ大使が人質となることを要求したが拒否された。さらにシンガポール政府当局は犯人グループの在シンガポール外国大使館経由での亡命を打診したもののこれもまとまらないなど犯人グループと当局の交渉は進まず膠着状態に陥った。パヤレバー空港は 現在はシンガポール空軍の空軍基地となっている。しかしその後2月6日に日本赤軍と PFLP による在クウェイト日本大使館選挙事件が発生し、在クウェイト日本大使以下12人の大使館員を人質にした上でシンガポール事件の犯人4人の武装したままでの国外出国を要求したことから状況が一変した。その後2月7日には日本政府は急遽 日本航空の特別機をパヤレバー国際空港、当時のシンガポール国際空港に派遣し、これに合わせてシンガポール政府当局は4人を武装したまま日本航空機に搭乗させた。同機は同日未明に犯人グループ4人とシンガポール政府関係者、日本政府関係者、日本航空の代替乗務員らと共にクウェート国際空港に向かい、 事件の舞台はクウェートに移ることとなった。なお、クウェート政府は当初日本航空特別機の自国領土内への受け入れを拒否したものの、日本大使館選挙事件の犯人グループの登場後に直ちに離陸することを条件に、これを受け入れた。また、シンガポール事件の犯人グループはクウェート離陸後にイラクへ向かうことを要求したものの、イラク政府はこれを拒否した。 シンガポールを立った日本航空特別機は2月8日の朝にクウェート国際空港へ着陸した。その後シンガポール事件の犯人グループはクウェート政府当局者や仲介役となったパレスチナ解放機構関係者日本航空特別機の機長立ち合いの下で武装解除した。その後日本航空特別機はシンガポール事件と日本大使館選挙事件の犯人グループ。 日本政府と PLO 関係者、日本航空の代替乗務員らを乗せた上で、犯人受け入れを表明した南イエメンのアデニエ、向かい現地で投降した。なお投降した両事件の犯人グループは、その後南イエメン政府の黙人のもと逃亡した。ザハイジャック P148 八サーツユ文芸春秋2010年なザンシンガポール前 大統領の選挙に関する安倍総理大臣による、超異メッセージの発出外務省2016年8月24日、第72回国会予算委員会第14号。ありがとうございます。